静岡市は今朝、南部に土砂災害警戒情報が発表されたことから、およそ3万世帯、7万2500人に警戒レベル4の避難指示を出しました。静岡市内では48カ所に避難所が開設されています。清水区、神原地区で1人が避難しているということです。また、富士市や沼津市など8つの市・町にレベル3の高齢者等避難が出されています。